選手の奥さんが芸能人なのは NG 優勝どころか CS 進出争いにすら加わることなく今季も最下位でシーズンを終えた中日2年連続最下位は球団史上初の地辱だが成績以外でも令和の米騒動などで赤っ恥をかいた立浪和義監督だが不可解な暴走はそれだけではなかった 選手から求心力を失っている厳しい現実から来季の最悪のシナリオが浮かび上がるコーチはイラン選手もイラン今立浪中日内部で起きている想像の域をはるかに超えた現実では場当たり的な補強に対する現場の反応や立浪監督の独裁者ブリその源泉などについて詳しく書いています 6月に聖捕手の木下拓也が骨折で離脱して急遽、日本ハムから宇佐見慎吾をトレードで獲得スタメンに定着し持ち前の高い打力で2試合連続のサヨナラだを放つなど欠かせない存在になったしかしここまでの活躍は立浪監督も予想していなかったのかトレードが決まった後宇佐美のあることを知って編成の担当者を叱りつけていたんです そう明かす地元テレビ局スタッフが首をかしげながら続ける立浪監督は宇佐美の奥さんが人気アイドルグループ「桃色クローバー Z」の高切れにだと知らなかったそうでトレードが決まった後に聞いてその子「盗難で言わんかったんやそんなやつイラン」と声を荒げたそうですどうも奥さんが芸能人というのが嫌なようで。 その理由はイマイチ半然としないのですがチャラチャラしていると思い込んでしまっているみたいですよほど気に食わなかったようで宇佐美本人にもそのことを伝えたという直接なのか人づてなのか分かりませんが高木が前面に出るようなことはするなと言い渡したそうです確かに2人の SNS などを見ても トレードが決まったときこそ高木がそのことに触れていますが、以降は全くお互いについて投稿していません。日本ハム時代の新庄剛志監督はテレビ番組内の高木とのやり取りで、エスコンフィールドに来るときは行って、宇佐美君をスタメンで使うから、と大歓迎していたのとは真逆の対応です。しかもマスコミにも、高木のことは書くな、と言明しているんです。 こちらとしては高木をうまく絡めて報道する方が話題性が加わるのですがお達しが出てからはどこも控えているんですダックアウトで手袋を叩きつけた岡林記者たちも顔色をうかがうほどの立浪監督の独裁ぶりその源泉は高校時代にあると解説するのは9回 OB だよく知られるように当時の PL 学園野球部は上下関係が厳しく 先輩の言うことは絶対と叩き込まれてきた昨フ、阿部俊樹と京田陽太がトレードに出されたことにファンも驚いていたが京田は監督にふてくされた態度をとって嫌われたし阿部も駒をするタイプじゃないから立浪監督には可愛くなかったようだね学年が1つ違うだけで王様と奴隷みたいな環境の PL 育ちでは。 2人の振る舞いは考えられないことなわけだそんな考え方は時代遅れだが立浪監督はそれで成功体験を重ねてきた高校では甲子園春夏連覇を成し遂げプロでも1年目からショートのレギュラーになって名球界にも入った彼の中ではそれが絶対的に正しい今更変えることは無理でしょう それでは選手との間に吹く、冷たい隙間風も強くなるばかりだろう先日のアジアプロ野球チャンピオンシップに選ばれた岡林勇輝なども日頃から小言をもらうことが多く煙りたがっています。本人は自由に打ちたいタイプだが、新塁打が欲しい場面でなぜ引っ張らないんだとか、アウトのなり方が悪いといったことを言われている。 8月下旬の試合ではホームに生還してベンチに戻ると立浪監督から何事か言われてその後選手たちとのハイタッチを終えてダッグアウトに入ると外した手袋をベンチに投げつけていたおそらくその前のプレーで二塁走者としてキャッチャーからけん請求に対して気類する際油断したような戻り方をしたのを注意されたんでしょうがそれは確かに岡林が悪い にもかかわらず、そういうい反抗的な態度が出てし、まった。それまでの積もり積もったものがそうさせたのでしょう、スポーツライター。来季への心配は尽きないが、そもそも選手たちは立浪監督が今季限りでユニフォームを脱ぐと功をくくっていた。